僕はブリーチは、そうブリーチコームみたいなのをさっき使ってたの分かるんですけど、はい、ゆうかさんどうしますか今日は。ブリーチして、はい、なんだっけ、赤紫、赤紫、はい、しました。ブリーチして赤紫で、この根元は、根元ちょっと見て、根元をブリーチして、うん、はい、これ何回見てるの。これ4回です。でも今日は、はい、紫っぽい感じにちょっとトーン落とすから、ブリーチ1回でも一応許してくれるということで、大丈夫でしょうか。大丈夫です。今、ブリーチして、今日のカラーはですね、スローの V8 と R の8ですね。R じゃない、P の8か。ピンクの8と V の8を1対1で、ブリーチ後にシャンプー台に今つけました。で、そのシャンプー台につけた残液に対して、これが、根元ちょっと暗くしたいので、ブラウンをちょっと足して CP の6グレーカラー用なんですけど、これを、残液に 20% 足してこれを根元塗っていきます。僕はブリーチは、そうブリーチコームみたいなのをさっき使ってたの分かるんですけど、ゼロデクにしやすいコームだとね、やっぱりコームのハケで塗ると、あの塗る時のポイントとしては、今ちょっとこれをベタッとつけてますけど、ブリーチだったら波形の角度なんですけど、波形を立てると、どうなるかっていうと、ちょっと頭分かりますね。はい、そうなんです。実はじゃあここのパネルを塗ろうとした時に波形を立ててしまうと、こっちについちゃうんで自排につくんですよね、こうやって塗ると。なのでV1 の時とか、もしハケで塗りたい方はステムを90度にして、あのハケを寝かせるんですね。こういうふうに立ててしまうと、こういうふうにあの薬が入ってしまうので、絶対地肌についちゃうんですよ。なので、なるべくもう本当に置いていくような感じですね、V1 の場合は。だからなるべくもうハケは使わないっていうところ、ハケのここの面を使ってこうやって置いていくような感じで塗っていかないと、地肌についちゃうんですね。なのでそれがまあ僕は面倒くさいので、さっきのブリーチコームっていうのがあるので、さっきのブリーチコームでこうやって塗っていくと、通常のリンコームと違ってより塗りやすいっていう感じです。なので3回4回ブリーチしてもそんなに痛くはならないので、結構回数重ねるとだよね、なんか嫌な痛さだよね。なんか、ね、我慢はできるんですけど、結構やばいですね。帰ってから本当にすごくないですか。これ今大丈夫？今大丈夫です。全然ない。